えー、スケルトンブレーキで注意点が今日発見したのねっていうのはこれ今バラしたんだけどスケルトンブレーキってまずこれがブレーキの船でしょでここにこう角度角度調整ができる何ていうか球面ザガネがあってそしてワッシャーがもう一枚あるんですよ。ここののワッシャーはどこの位置につくかっていうとう まあこういう風になって、こうやってつくるのね。こう、こっち側に、この薄いワッシャーはナット側につくんですよ。だけど、これ、バラしていったら、前バラした人が間違って、ここにこうやってついてたのよ、ね、ワッシャーが。で、こうなってたんですよ。何のことはないようには感じるけど、実はここに大きな落とし穴があって、見ていただけると、 この部品ってここにこうやって出っ張りがあるじゃないここの部分。これがこっちの隙間、溝よりもちょっと大きいんですよ。だからこうやって浮いちゃうのね。この溝よりもでかいから。だからここにワッシャーが入っていて、これが辛い位置になるようになっ、設計されてるわけですよ。それでここ、 それでここがこうやって動くのに、間違って、こっちが直に入っちゃったもんだから何が起きたかっていうと、こっちがね、潰れてんのよ。見えますここ潰れてるでしょほんで、よくないことに潰れて、前整備した人がこれをギュッと締めちゃったから、潰れた上に出っ張っちゃってるから、 これ、本当はここスコスコって動くのにここもうぶつかっちゃうんだよねうんこのワッシャーは必ず位置を間違えないようにしないとキャリパースケルトンブレーキのこのルーズ穴を壊しちゃうんだねこれもあとはヤスリでちょっと削って、まあ、黒く塗ってやるしかないよねまあカンパニオロんもね <laughs> カンパニオーロの部品によくある罠ではないんだよね。これの方が合理的これとこれがずれないからね。このナットの内径でこっちのワッシャー作るとやっぱ良くないんだろうね。これがやっぱ具合いいんだろうね。そんなえっと注意,注意せにはならんことがこのスケルトンブレーキにはありますよーっていう。当然この このワッシャーをなくしちゃって、ま、あこんな薄いワッシャーいいやと思って組むと同じようなトラブルが起きます。うん、気をつけようね。これはこうね。こうやって使わにはあかんよ。はい。